ここで、まあ、ある人ねアフロにされた同僚の方がいらっしゃいまして、ブサイクで可愛いっていうキーワード僕結構好きで、顔が結構リアルな、やっぱりエキゾチックショートヘアの顔になるべく近づけ、今大人たちの中で密かなブームが巻き起こっている。それはアートソフビ。そのオリジナリティやクオリティの高さで世界中で大人気。この番組では天才作家たちの究極のアートの世界を深掘りしていきます。ソフビの世界のすごい人。今回の TBS TV はバードアークさんですね。バードアークさんといえばバードアークソフビシリーズのペチャ侍でソフビデビューされて、そしてナマカくん、コマカくんといったカエルのソフビをリリースされて、でエキゾチックシリーズのキャラクターが登場してきていますね。そんなバードアークさんに登場していただき、お話を聞いていきたいと思います。そして今回は正直ゲーム限定カラーを作っていただきましたので、そちらに関しては動画の最後でお知らせしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではやっていきましょう。巷で人気のブサカワで癒される動物たち、特に人気なのはパグ、そしてエキゾチックアフロヘアだけじゃなく、リーゼントモヒカン、リアルな顔面にこんな髪型の動物たち見たことあるやついる？いねえよな。ソフビ界に突如現れた可愛いブサカワ動物たちが今大人気。今回も作家さんご本人をお迎えして魅力を深掘り。はい、では今回ですね、ソフビ作家のバードアークさんに登場していただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、でも髪型すごいですね。あ、はい、そうですね、朝起きたらこうなってます。朝起きたら、はい、はい、本当にあの可愛いソフビを作られてるバードアークさんといろいろお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。僕ちょっと仕事関係でちょっとソフビ、はい、まあ、制作の方にちょっと携わることがありまして、まあ、そこでこうソフビっていう世界を知って、実際仕事でやってみてすごいなと思ってて、ものづくりはいろいろしてたんですけど、本気でやってみたいなと思って始めたのがきっかけです。まあ、僕の父親がですね、はい、ちょっと野鳥が結構好きで、実家のこう玄関開けたらもう剥製がパン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 って3つ4つぐらいあって、馴染みがあったっていうのと、はい、あと僕が生まれる年が鳥年なんで、屋号にこう入れたいなと思った時に、まあ、バードっていうのは絶対入れたいなっていう。ですね、アークっていうのが、はい、まあ、一応箱舟っていうちょっとこう意味がかっこいい意味があって、結構年いってからこの業界に入ったというか、造形やりたいって思ったんで、裸一貫でこうちっちゃいボートでもいいから出すぞっていう意味の、なんかそういうちょっと、なるほど、なんとなく響きとかそういう意味も少しかこつけて、はい、はい、職場の方で、まあ、ある人ねアフロにされた同僚の方がいらっしゃいまして、で元々エキゾチックショートヘアっていうキャラクターで何か作りたいなとずっと思ってたんですよ。一発目がこのペチャ侍っていうこの鼻ペチャの犬を作ったんですけど、まあパグなんですけども、はい、それで、まあ、エキゾチックショートヘアも同じような鼻ペチャの猫で何かしたいなと思ってた時に、そのアフロにされた方を見て、はいはいはい、これだと思って一瞬でもうその日のうちに作ったらもう形になってきたんで、エキゾチックショートヘアっていう名前で、はい、もうショートヘアってショートヘアじゃなくていろんな髪型にして、自由な世界観で猫が髪型変えたら面白いかなっていうところの設定で、そうですね、ショートヘアじゃなくて俺はアフロなんだっていう、はいはい、一応だから設定では全部同じ子っていう、髪型を変えてるだけなんで、あ、そういうことなんですね。そういうことなんです。なるほどなるほど、はい、違う感じじゃなくて敵の猫がやってるっていうイメージで、そういう世界観なんですけど面白いですなるほど。まあ、一番最初がペチャ侍なんですけど、これは子供の時に僕の親戚がパグを飼ってたんですけど、僕はそのパグを多分子供の時に犬って認識してなくて、おうおう、なんだこの生物はっていう感じで、やっぱり鼻がこうスッとあって犬っていう感じなんで、衝撃を受けたのもあったんですけど、ブサカワっていうそのブサイクで可愛いっていうキーワード僕結構好きで、この子の顔のアクセサリーを一番最初に造形したんですよ。まあ、パグをモチーフにした何か作りたいなと思った時に、まあ、ギャップですよね。その顔はすごいペチャっとしてブサイクな感じなのに、体はキリッとした侍で小物もつけて、ギャップで映えるかなっていうところで、まずはこれを一発目に作りました。一番最初のキャラクターですね。そうですね、はい、ソフビとしての、ソフビとしての、はい、
これも実はアクセサリーで、今つけてるのこの生かふくらがいカエルがいるんですけど、これをアクセサリーで作った時に、あの砂漠に住む鳴くカエルなんですけど、あれももうブサカワだなと思ってすごい取り憑かれちゃった。細かくはこの生かくんのちっちゃいバージョンっていう意味で、弟分的なもんで、あ、なるほど、そうです、細かい、まあ細いやつっていうのが僕口開けてるのと閉じてるので2種類作りたかったっていうのもあったんで、生かふくらがいも絶対にソフビで作るっていうので、この2個はもう結構ススッと作った感じで。ブサカワな生物の魅力に取りつかれてやまないバードアークさん、自分の髪型を好きに変えておしゃれをする動物たちの世界。バードアークが作り出すソフビはギャップ感あふれる魅力的なキャラクターたちだった。ここがすごい。顔は結構リアルな、ショートヘアの顔になるべく近づける、まあデフォルメは結構入れてるんですけど、なるべくベースの顔は本物に近いぐらいのバランスを作ってインパクトのある髪型です。で体とかも全体的なバランス見た時にやっぱり一番やっぱり僕バランスを見るんで、とにかくその頭を作って体を大きくしたり小さくしたりとかして、バランスをとって、であとは腕の可動もやっぱりあった方が表情がつきやすいかなっていうので、本当は2パーツでもいいかなと思ったんですけど、やっぱ腕がすごい方が可愛いなっていうのがあったんで、全体の、はい、全体パッと見た時のバランスで、特に髪型がやっぱり結構大きいんで、そうなった時のバランスっていう、あとはまあ自立、ちゃんとパッと置いた時に自立するっていうのも僕はすごく重視してるというか、立たないと嫌だなっていうのがあるんで、僕の場合ちょっとデジタルで使ってやってるんで、頭と体を別パーツにして作って、で頭はそのまんまで、体を例えば数パーセント膨らましたりとか全体的に縮めたりとかっていうのができるので、ああなるほどなるほど、それを見た時にしっくりくるバランスにして、で実際画面上じゃなく組んでみた時にやっぱりちょっと大きい方がいいよなって思ったら体を大きくしてもう一回っていうのができる。やっぱり立体物なんで、360度こう回転させたら絶対どっかでバランスが悪いなっていう部分が出てきちゃうんで、こうずっとぐるぐる回転させながら、破綻してないかとか、つじつまが合ってるかどうかとかっていうところも見ながらやっていくところが多分一番時間がかかってます。なんか細かいそのディティールとかっていうのは僕そんなに重視してないんですよ。だからこれとかで言ったら耳出てるじゃないですか。こいつも耳がある状態でちゃんとリーゼントにしてる。だから例えばリーゼントをこれよりちっちゃくしたら耳が出ちゃうんで。はいはい、なるほどなるほど。ベースは耳がありきのこの髪のそのボリュームとかっていうのも。ただ顔があってリーゼントをかぶせてるだけじゃないっていう。そうですね。はい、しっかりと元の造形にリーゼントをかぶせてるみたいな。はい。はい、大きい頭、全体のバランス、ソフビは造形や仕上がりを考えながら自立するようにデザインを落とし込むのが難しい。リアルに可愛く、ブサイクに、バードアークのソフビは計算し尽くされたバランスのアート作品だった。ここがすごい。やっぱベースはまずは実際にいる猫カラーをモチーフにしてるんで、チャトラとか、はい、ムテとか簡略化はしてるんですけど、大体ベースは実際にいる猫のカラーにしてっていうところから、まあ、こういう奇抜なやつはもう自分がこういうのやりたいなって思ったりとか、はい、何か食べ物とか、うんうん、何かをイメージしたりとか、あとはもう塗ってみて、合わないなと思ったらそこからまた色のバランスですね、このカラーバランスを見ながら、はい、このバランスいいなと思ったらもうそれでいく、何回も試したりとかして色の組み合わせを何パターンか変えて商品にしてるって感じなんで、バランスですね。僕はもうカラーリングとかも、逆にそのバランスをめちゃくちゃ壊してできた作品とかカラーとか、はい、でも結構これとかはだってこれも一応このベースはミケにしてるんですけど、うん、これは多分壊したに近いかもしれない。確かに模様とかもミケなんですけど、そうですね、ミケのパターンとほぼ一緒ぐらいの感じで塗ってるんですけど、チップをベースでやってて、はいはい、蛍光塗料を使ったりとかして、まあ、暗闇でその色に光るようには、まあ、攻めたやつは結構これがバランス壊すともめちゃくちゃバランス取れてるってことですよね。実際に存在しそうな動物たちのカラーからエキゾチックな蛍光カラーまで、こだわりのカラーバランスで多彩な彩色のキャラクターたちは多頭飼い必須。ここがすごい。
すべて基本ブサカワをベースにテーマのもとを作った子たちなんですけど、はい、これからは怪獣的だったとか、あ、妖怪なんだこれはっていうようなもののアイデアが結構ベースはやっぱり可愛い生き物を残しつつ奇妙な怖いなっていうキャラクターを、まあ、どんどん作っていきたいなと。あとね、これ、パグなんですけど、はい、あのフレンチブルドッグの侍、武器侍っていうのも結構もうこれも正直2年ぐらい前から着手をしてるんですけど、顔は作ってるけど体のデザインとか細かいところとかがまだ決まってなくて、一応次の展開としてはこの子のもう一人もう一人お友達が、どんどん増えていく洒落たユーモア盛りだくさんのブサカワソフビたち、今後のバードアークに目が離せない。バードアークさんにとってソフビとはっていうところで教えていただければと思います。はい、もうズバリ楽しい喜びですね。なるほどですね、はい、今それしかないですね、はい、イベントとかに行ってお客さんに実際こう自分のソフビ見てもらったりとか、やっぱり実際に購入していただいたりした時に、まあ、その喜んでくれる顔を見たら、あ、よかったなって思って、あ、なるほど、そういうのを感じるところで、やっぱり喜び楽しみっていうところが、なるほど、トイズキング限定カラーの商品、作品を作っていただきましたので、こちらをご紹介させていただきたいと思うんですけども、こちらですね、こちらの3体渋谷店オープン記念の渋谷タイガーと、はい、いうことを作っていただきました、はい、ありがとうございます。カラーのこだわった部分を教えていただければと思います。渋谷店ということなんで、はい、ダジャレじゃないですけど渋くて可愛いみたいな、まあだからあの、まあ、可愛いっていう点ではやっぱりピンクっていうベースをまあ持ってきて、あとはメタリックとか変光カラーっていう、まあ、角度とか光の加減によって色が変わる塗料を、その制服の部分ですよね、はい、を使ってちょっとまあ渋さを出して学ランで揃えるというところで作ってみました。はい、こちらのトイズキング限定カラーなんですけども、10月4日ですね、10時から T ベースの渋谷道玄坂店で店頭で先行発売させていただきたいと思います。こちら詳しくはですね、 T ベースの Twitter の方からも案内の方を流させていただきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということでですね、バードアークさん、本日は改めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今後もですね、このような形で装備作家さんの独特の世界観ですとか個性あふれる作品をどんどん紹介していきたいと思いますので、次回の TBS TV もぜひよろしくお願いします。ソフビ買うなら TBS。 はい、 OK です。そこだけあの返信して、ちょっと今手震えてたんで、あのここ止める技術ないですかね。ここだけ静止があって難しいです。かっこいいと思います。かっこいいです。